じゃじゃじゃらじゃじゃん。さあ、2月19日ということでね、今日はコンピュータサイエンスの学べるね、リクルージョンという教材を午前中解いて、でその後ちょっと昼寝しすぎちゃったんですけど、その後はある SES の企業さんと、最終面談ということで内定をいただきましたというところで、嬉しいんですけど、やっぱりなんだろうな、プログラミングスクールで、まあね、僕通ってて、まあかなりのねお金をかけて、そして今日までそれに付随したことをずっとね勉強してきて、でやっぱなんかそこである種妥協というか敗北なんですよね、僕の中で。そこに入るということは、でなんでじゃあ受けてたんだよっていう話なんですけど、まずそこで働いた実績を、重ねてというか、でその後に転職するみたいなキャリアもあると思って、でまあ話もね、聞いてみて、そっちの分野のことを全く知らないので、どういう分野なんだろうっていうのは勉強できたし、エンジニアはエンジニアでもね、そういう本当に根幹のね、インフラをやる人たちもいるんだなっていうのは勉強になりましたし、すごい良かったなと思うんですけど、僕的にはねそこを、かなり迷ってます。現状そういう気持ちですね、はい。で今何してるかというと、あと実家のねおじいちゃんにハガキを書いて、今送るところなんですよ、ね、ちょっと言いましょうか。おじいちゃんへ、いつも応援してくれてありがとうございます。おかげさまで1年以上風邪などひかず元気に過ごしています。東京のビル風は冷たくてつい下ばかり向いてしまうこともありますが、春に花を咲かせられるように今を精一杯頑張ります。まだまだ寒い日は続きますので、おじいちゃんも暖かく過ごしてください。新一郎ということでね、はい、マジで実家のファミリーにはねすごい感謝しかないんでね、どうにか恩返しにもなるんで、僕がねそうやって、就職したってなったらようやくかとみんな喜んでくれると思うんで、まだね戦いはね続きますけども、絶対に昨日の自分より成長してるんで、はい、諦めずにね頑張りたいと思います。頑張り時だと思います。はい、ということで、以上です。また明日。